はい、皆さんこんにちは、毎度どんどぶです。さあ今日も毎日毎日ね、港の方に通ってるんですけど、今日はねちょっとね別なアングルから、これ映ってんのかな、あのフローティングベストにちょっとカメラをセッティングしてみた。ハードルアーで狙ってます。さっきね一回ちょっとね当たりっぽいのがあったんだけど、ほら、うわそう、当たりがあるってことはこのやり方で間違ってはないってこと。やっと、見て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 、釣れました。ほら、しかもまあまあサイズ、バッコシ食って、バッコシ食ってるよ。ポール中に食ってきました。やば、はい、こちらビーチウォーカー9号。これ見て、ここ傷見えるかな、がっちり後ろから食ってやがる。すごいね、いやーいいサイズ、楽しい。はい、好きなところへ行き、好きに行きな。はい、ありがとう。今日ね、この後ね、この R 君も来るはずなんですよ。一緒に釣行予定なんですけど、先にちょっと練習してようと思ったら釣れちゃいました。いやいやいや、うん、来てから撮影しようと思ったんですよ。あ、すごい、バッコシ丸飲みだよ、ほれ。すごいね、どうしたの。31センチ。マジで。うん、ちょっとルアーどうしようかな、これだけ釣れちゃってると変えたいなっていう気はあるんだけどね、ちょっともう一匹だけ釣りたいな。こうやってポポンって釣れちゃうとちょっと調子に乗るんだよな。うん、すーぐ調子に乗るから。ほら来た、あれ。大丈夫、今あの視聴者さんはね、俺の竿の当たりを分かってるはず。どうして、うん、飛びすぎた、兄やら。これ何つけたの、どこにつけたの、何つけようとしてるんですか。何つけようとしてるんですか。え、こっちね、こっちつけるの。え、油断も好き。33 33。これいつも思うけどさ、このスケールなんで逆からなんだろうね。思わない？これこっちからゼロだったらいいのにね。1m 一回一回出さなきゃないんだけど、ちょっとクレーム。ほら、ほら、これのサイズ、いいサイズよこれ。ほら、でかいよね。楽しかった。これからね、焼き鳥弁当食べて、その後ね、少し時間があるんで、これ、行ってみたいと思います。あ、焼き鳥弁当食べま、これも食べます。これ、塩だれの台です。できないよ。で、
このここの溝に分かってるかな、これ長谷川ストアでこれ食べてる人、うん、ここの溝にまずこの串をこうセットします。こうセットします。はい、はい、これね。でここにこう挟む。でこいつを引っ張っていく、引っ張っていく、はい、引っ張っていく、引っ張っていく、するとこういう状態になります。はい、はい、じゃあいただきます。うん、うん、うまい。うん、これ豚肉というものです。知ってる。知ってるの、みんな知ってる。あ、そう。魚いてよ。あのヘラブナとかさ、それにパチボートがあって、これは大体ね、あの函館市内の中の小中学校の遠足室は大体ここに来ますから、ここモーターボート乗せて、あと確かね遊覧船乗れる。はい。遊覧船がスタート。あれが団体ご一行様。さあ、帰る方向で。ほら、すごいでしょこれ、紅葉めっちゃ綺麗だよ。今日は初めてのサーフに来てます。6時13分日の出の6時25分、満潮を迎えるんで、その1時間前に来ようかなと思ったらちょっとね寝坊して、今5時40分ぐらいですね。あれ、いやおかしいよ、それ、ね、ちょっと恥ずかしい。ねえ、見てってこの顔。
で私がさカメラ笑わない何かアラビア人みたいな。ちょっと次人来たら恥ずかしいな。さあ投げますよ、いきますよ、あいい景色だな、海はいいな。いいとこ飛びました。夢だべ、頑張ります。この位置で大丈夫なのかな、頭は。このマイクじゃないや、カメラ大丈夫なのかな。あ、お、え、マジ？来た来た、あ、だって逃げられた。いやあ、でも最初ちょっとついてたね。ついてた。残念だな。そうか、風で飛んでいっちゃうね。ちょっと風強いからね。これいいわ、この誘い方。いやいや、糸全然あっち行ってるけど。たるんでる糸だよ。あ、意味がないってこと？ああ一生懸命やっててもこうやって重さ感じないでしょ。あ、うん、感じなかった。あ、そういう、あ、そういうことね。いや、違う違う、本気で誘ってたの今。あら、あー、そうなんだ、分かんなかったわ。じゃあ移動です。はい、移動しましたよ。何これ、引っかかってんじゃんか。こっちも当たりはないわ。当たりあるわ。あったのにね。あれ、今言ったっけ、当たりあった。して引っかかった。あ、取れた取れた。いや、取れた。ちっちゃい魚かな。はい、ということでまたいろいろ楽しんでまたやっていきたいなと思います。まあヒラメの方もね、この時期なんか釣れないって言うけど頑張って釣りたいと思います。はい、じゃあ今回こんなんでどんどべってことで、またお会いしましょう。バイバイ。